いろんな色の猫ちゃんが欲しい。よかったですね。猫ちゃんのフィグフィグとか。よかったですね、需要があって。あ、もうね、今日おっさんでも。その後あのコテカと着用したことはありますでしょうか。何のことか。ペニスケースですね。自宅でこっそりは採取はいつなんですか。採取いつやったかな。結構最近だったり。すみません、猫ちゃんの T シャツが売り切れて悲しいです。増産してください。以上ですか。ちょっと出してください。出ますかね。すみません、身内乗りだなとか言われるんですけど、ごめんなさいね。一応令和新選組でグッズを作っております。で、まあ、一般受けっていうか最低限令和新選組とか、気にしない人でも着れるようなもの。いや気にするでしょあれは。いや違う、そういういろんな品揃えがあるよってことですね、はい、いろんな品揃えあってちょっとワンポイント入ってるものとかもあるんですよ。ちょっとワンポイント違うっていうのもあるよってことそういうのもあると。今ご意見いただいたのはこの猫ちゃん T シャツですよね。猫ちゃんと書かれた T シャツ、もう誰が買うんでしょうかねこれ。これはね、このこれを作った人間はね、あの中年の猫好きのキモいおっさんですよこれ。相当キモいおっさんでしょうね。ちょっと待って、はい、目の前にいる、目の前にいる私が書いたやつこれ。あ、これあれですか、枚数増やしたら買っていただけるんですか。色も変えてほしい、いろんな色の猫ちゃんが欲しい。わあかわいい、いろんな色のね猫ちゃん。わあかわいいな。猫ちゃんのおててとかも続編作りましょうか。よかったです ね猫ちゃんのフグフグとか。よかったですね、需要があって。ああもう、ね、今日おっさんでもすいませんね、まあ、キモいおっさんでも需要があってよかったねって何の慰めにもなってない。すいません、ありがとうございます。もうあのそういう、ね、マニアック向けな商品も出していきたいと思います。ありがとうございます。さあどなたでも。ウルルン滞在記の本をあの高円寺の古本屋で見つけたんですけど、あのその後あのコテカと着用したことはありますでしょうか。ありがとうございます。あの知ってますかコテカって。何のことか。ペニスケースですね。ペニスケースです。これはインドネシアとパプアニューギニア、これ、ニューギニアの島の中に半分なんですよね、インドネシア側とパプアニューギニアと。私インドネシア側のパプアニューギニア寄りに行ったんです。で、深い山に入っていけば入っていくほどこのペニスケースのサイズがどんどんでかくなっていくんです。私が行ったところは、町に近い方だったんです。だからすっごいひょろひょろとしたペニスケースなんですね。で、まあ、それを持ってます。で、どうして山の中に入っていけば入っていくほどそのペニスケースがだんだんともうバズーカみたいなサイズになっていくか、下手したらもうスティンガーみたいなサイズ。あ、これですね。すいません、かなり荒いな。ほらひょろ長いでしょこれ。見たらどうです。まあ、これ都会一個の証ですねこれは向こうでは。で、もう山越えて山越えていくとものすごいぶっといものになるんです。で、どうしてかというと山を越えその町に近いマーケット市場に行くために自分たちが作ったいろんな商品を買ってもらうために1週間歩いてきたりとかする人たち。だからこれがカバンになってるんです。カバンに、そういうことなんですって。で、まあ、私はバズーカではなくてヒョロ長いものだったんだけれども、これは持ってるかってことで持ってる。で、最後につけたのはいつかってことですけれども、まあ、自宅でこっそりですそりゃそうですよね、今日はコテカをはめまして表参道にやってまいりましたみたいなことならもう速攻逮捕ですからねこれ。自宅でこっそりは最終はいつなんですか。最終いつやったかな。結構最近だったり。原発爆発する前かなもう爆発した後はもうそんなこと考えられなかったです。はい、ありがとうございます。さあどうぞ回していきましょう。回していきましょう。いかがでしょう。令和新選組オーナーを募集しております。国政政党のオーナーになっていただけないでしょうか。ありがとうございます。令和オーナーズです。こちら年会費が必要になります。金いるのか。いいえ、ただのものもございます。令和フレンズでございます。入会金ただ令和フレンズ、もしくは入会金年会費がいる、令和オーナーズ、どちらに関しましても共通している部分があります。投票権が手に入ります。何の投票権か。今年の冬行われる令和新選組の代表選挙、そこに令和フレンズ令和オーナーズ両方ともに投票権が付与されます。お金を払ってない人にも投票権を渡すという政党は多分中田町の中では私たちだけです。出るんですか。なんかもう代表選出るフラグ立ってますよね私そうですか。いやいや出ないですよ。もう出ないんですか。2万%出ないです。あ、そう、怪しい怪しい。これ
これ怪しいな。2万パーセント出ない言ってたおっさんなんか出そうな雰囲気とかあったもんね。橋本徹が言ってますよね。言ってますか。知事になる前に。なるほど。もう出ないですもん。なるほど。勘弁してください。まあとにかくですね、山本太郎は出るかもしれない。どっちや。いやいや。わかんないですね。思わせぶりやな。はい、話戻りますけれども、とにかくですね、山本太郎体制はダメだ。これ変えていかなきゃダメだって思われてる方もいらっしゃると思うんで。そうだそうだ。なのでどうかしら。いや気にしないでください。やっぱり出るんか。気にしないでください。なんかこれ倒されるかもしれんな。ねえ、なんか最近出した本も売れてるらしいですからね。これ維新嫌いですね。維新嫌い、はい、何やそのタイトル。出ますか。維新嫌い言うて出ますか。何やそのタイトル。維新嫌いやてそのまんまやん。誰が決めた。まんまでしたね。誰が決めたのそのタイトル。講談社です。講談社の人がね。維新は嫌いじゃないんですよ。そうなんですか。全然説得力がないですよ、ね、そうですね、はい、もう目が笑ってないもんね。すいません、もう、はい、告知の途中で終わってすいません。ありがとうございます。まあ、とにかくですね。